K.A.Z.C.F.I.R.E. の天才的振り付けが炸裂。ナンバーアンダーラインア i のボンが見るものを圧倒。平野翔ガンユータ、優太神宮寺優太ユータが見せる。ボンで世界が震えた瞬間。2024年5月27日、ナンバーアンダーラインアイ I のミニアルバム、No, Oh, Ring のリリースとともに、公式ダンスパフォーマンスビデオ、ボンが公開されました。このビデオは、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータが、著名な振付師、KAZSFIRE と共に踊る姿を捉えています。SNS は瞬く間に炎上し、ファンたちはその圧倒的なパフォーマンスに魅了されました。ボンのダンスパフォーマンスは、ただのエンターテインメントという枠を超えています。それは、伝統的なボン踊りと現代のヒップホップを融合させた。 まさに革新的な作品です。この融合がどのようにして実現されたのか、その背後にあるストーリーを探ってみましょう。K.A.S.F.I.R.E. は、ダンサーとしても、振付師としても、高い評価を受けている人物です。彼の独特なスタイルは、ドクター・ドット・スワックやリエハタ・トキョといったグループで培われたものであり、その経験が、ボン、にも色濃く反映されています。K.A.S.F.I.R.E. の振付は、 単なる動きの連続ではなく、ストーリーを語るための手段として機能しています。彼の手によって、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、まるで生き生きとしたキャラクターのように動き出します。このダンスパフォーマンスのハイライトの一つは、3人のメンバーが一体となって踊るシーンです。それぞれの個性が光り、同時に一つのユニットとしての強さも感じさせます。平野翔のダイナミックな動き、 キシユタの繊細な表現、そして神宮寺優太タの力強さが見事に調和し、見るものを圧倒します。ファンからのコメントには、何度も見返してしまう、毎回新たな発見がある、といった声が多く寄せられています。ボンのダンスパフォーマンスは、視覚的な美しさだけでなく、感情的な深みも持っています。特に注目すべきは、最後のシーンです。三人が泣きながら踊る姿は、 見る者の,の心に深く響きます。これは彼らがこのパフォーマンスにかける情熱と努力を象徴しています。ファンからは感動で胸がいっぱい涙が止まらないといった感想が寄せられています。また、このパフォーマンスは伝統と現代の融合というテーマを巧みに表現しています。盆踊りの要素を取り入れつつヒップホップのリズムや動きを組み合わせることで、 まるで新しい文化が誕生したかのような印象を与えます。このようなアプローチは日本の伝統文化を再発見し、新しい世代に受け入れられる形で紹介する上で非常に重要です。KA's Safe IRE はこのパフォーマンスを通じて、ただのエンターテインメントを超えたメッセージを伝えようとしています。それは変化と成長です。彼の振り付けはまるで根を張り巡らせ、成長し、 花開く植物のようです。これは個々のダンサーが成長し、ユニットとして一つの花を咲かせる過程を象徴しています。このメッセージは見る者にとって非常に感動的であり、彼ら自身の成長や変化を考えさせるきっかけとなります。さらに、ボンのダンスパフォーマンスは国境を越えて多くの人々に影響を与えています。SNS 上では海外のファンからも多くのコメントが寄せられており、 その中には、世界中の人に見てほしい、このダンスは文化の壁を越えるといった声が多くあります。これは、k s c f、no. i r e とナンバーアンダーラインイのメンバーがグローバルな視点で作品を作り上げている証拠と言えるでしょう。ボンの成功は単なる偶然ではありません。それは、k s c f i r e の卓越した振り付け、ナンバーアンダーラインイのメンバーたちの努力と情熱。 そしてファンの支持が一体となった結果です。このパフォーマンスは彼らがこれまで築いてきたキャリアの集大成であり、同時に新たな挑戦の始まりでもあります。さらに、ボンのダンスパフォーマンスが多くの人々に影響を与えた理由の一つは、そのビジュアル的な魅力にあります。k a z f i r e の振り付けは、視覚的な美しさと動きのダイナミズムを巧みに組み合わせています。彼は、 ダンサーの動きを通じて、まるで一つの絵画が動いているかのような印象を与えます。特に、カメラワークや照明の使い方は、パフォーマンスの魅力を一層引き立てています。見る者は、まるでその場にいるかのような臨場感を感じることができます。また、盆のパフォーマンスは、音楽とダンスの緻密なシンクロが特徴です。リズムの変化やメロディーの流れに合わせて、 ダンサーたちの動きが一体となって演じられています。これは、KAZCFIRE とナンバーアンダーライン I のメンバーが、音楽とダンスの両方に対する深い理解と愛情を持っていることを示しています。彼らは、音楽をただの背景音楽としてではなく、ダンスと一体化した芸術作品として捉えています。ボンの成功には、ファンとの強い絆も大きな役割を果たしています。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、ファンとのコミュニケーションを大切にしており、SNS を通じて積極的に交流しています。彼らのパフォーマンスに対するファンの反応は、彼ら自身にとっても大きな励みとなっていることでしょう。ファンからの応援メッセージや感想は、彼らが次のステップに進むためのエネルギー源となっています。さらに、ボンのパフォーマンスは、若い世代にとってのインスピレーションとなっています。 特にダンスを学びたいと考えている若者たちにとって、このパフォーマンスは大きな刺激となるでしょう。彼らはナンバーアンダーライン愛のメンバーたちのように自分の夢を追い求め、努力を惜しまない姿を見て自分自身もそのようになりたいと感じるはずです。これは彼らが持つポジティブな影響力の一つです。また、ボンのパフォーマンスは国際的な視点からも注目されています。 日本の伝統文化と現代のダンススタイルを融合させることで世界中の観客に対して新しい視点を提供しています。これは文化の多様性を尊重し異なる背景を持つ人々が共に楽しむことができる作品を生み出すことの重要性を示しています。彼らのパフォーマンスは国境を越えた交流を促進し異文化理解の一助となるでしょう。ボンのダンスパフォーマンスは これからのエンターテインメント業界においても重要なマイルストーンとなるでしょう。彼らの成功は他のアーティストやクリエイターに対しても大きな影響を与えることでしょう。新しいアイデアやスタイルを追求することの重要性を示し、創造性を持って挑戦することの価値を再認識させます。この記事を通じて、ボンのダンスパフォーマンスが持つ多様な側面を探ってきました。しかし、最も重要なのは、 見る者それぞれがこのパフォーマンスをどのように感じ、どのように解釈するかです。あなた自身の視点を大切にし、何か新しい発見や感動を得たなら、それをシェアしてみてください。最後に、この記事を読んでくださった皆さんに感謝の意を表します。あなたがボンのダンスパフォーマンスを通じて感じたこと、考えたことをシェアしてくれることを楽しみにしています。ともに、 この素晴らしい作品の魅力を広めていきましょう。ナンバーアンダーラインアイと KAZFIRE が作り出したボンの世界はただのエンターテインメントを超えた深いメッセージを持つ作品です。彼らの努力と情熱が結集したこのパフォーマンスは見る者に感動とインスピレーションを与えることでしょう。これからも彼らの活躍を期待し応援していきましょう。そしてあなた自身も 自分の夢を追い求めるための一歩を踏み出してみてください。